Japanese stories. Yo! おはよう、こんにちは、こんばんは、皆さん、アカハシです。今日は私、ワタニシタさんとシオンさんと私たちの出身地で有名なお祭りについてちょっとお話したいと思います。私たちはインド人です。インドではいろいろな祭りがありますが、今日は特に私たちの出身地で祝われる有名な祭りについて話したいです。じゃあ、始まり。シオンさん、タニシタさん、こんにちは。こんにちは、アカハシさん。こんにちは。お元気ですか、皆さん。はい、元気です。はい、私も元気ですよ。アカハシさんはどうですか？私ももちろん元気ですよ。そうですね、私の出身地で、ホーリーという名前の祭りがとても有名な祭りです。そうですか、ホーリーですね。とても有名な祭りですよね。そうですね。タニシャさんはどうですか？タニシャさんの出身地でどんな有名な祭りがありますか？そうですね。私の出身地でドルガプジャという名前の有名な祭りです。そうですか。ドルガプジャですね。ドルガプジャはコルカタという町の有名な祭りですよね。はい、そうですね。私の出身地はコルカタです。コルカタはベンガルの首都です。ベンガルはインドの東に位置しています。そうですか。どうやって祝われていますか？ドルガプージャ。そうですね。ドルガプージャの日、私たちは女神ドルガをおにります。女神ドルガは力の女神です。毎年10月に5日間に割られます。大きなテントが建てられています。そこには女神ドルガの偶像が祈られせています。そうですか。なんか面白そうですね。ドルガプジャ。そうですね。アカハシさんの出身地で、ホーリという名前のお祭りがありますよね。ああ、はい、そうですよね。ホーリです。じゃあ、ホーリはどんなお祭りですか？どうやって祝われていますか？そうですね。ホーリは大体いろんな祭りです。毎年3月です。ホーリの日、いろいろな色の水をかけたりして、春を祝います。そうですか。すごいですね。楽しそうですね、アカハシさん。私もアカハシさんと一緒にホーリーをお祝いしたい。そうですか。ぜひ来てくれてね。私は待っています。シオンさんの町でどんな有名な祭りがありますか？教えてくれませんか？そうですね。私の出身地でディワリという名前のお祭りがあります。そうですか。ディワリですね。インド中でとても有名な祭りですよね、ディワリ。そうですね。ディワリ祭りはインドで最も有名で、最大の祭りですよ。ディワリについてもっと知りたいんだから教えてくれませんか、シオンさん。そうですね。ディワリは光のお祭りと知られています。毎年10月です。その祭りのお祝いは、ラームという神様が14年間後で自宅に帰りました。この機会に人たちはろうそくに火をつけて、花で家を飾ります。なんかかっこいいじゃないか。そうですね。それで子供たちはお祭りの日、とても幸せで爆竹を燃やしています。すごいですね、シオンさん。シオンさんはディワリの日、何をしますか？そうですね。ディワリの日、まずは私は貧しい者にお菓子や贈り物をあげます。それで友達や
隣人にあげます。それはいいですね、シオンさん。貧しい者にお菓子や贈り物をあげたら気分がとても良くなるね。私もそう思います。トニシャさんはどうですか？ドゥルガプジャの日、何をしてますか、トニシャさん。お祭りのために新しい服や靴を買います。毎日新しい服を着ています。そして、いろいろな美味しい食べ物も食べて楽しいです。そうですか。楽しそうですね、タニスタさん。はい。それで、ドゥーガプージャーの日に、私は朝から晩まで家族や友達と時間を過ごすのが好きです。私たちは街を旅して、それぞれの場所でたくさんのアイドルを見に行きます。すべてのアイドルはユニークなテーマがあります。アカシさんは堀の日、何か特別ことがしますか？そうですね。堀の日の夜、私は人たちと一緒に座って、いろいろな楽器を持って、堀の歌を歌って、談笑をして、時間を過ごします。そうですか、赤さん。とてもいい時間を過ごしてますね。赤さんは堀について何か思い出すことがありますか？そうですね、しおみさん。何か特別なことじゃないけど、毎年通り、堀の日、友達と遊んで、家族と一緒に神様を祈って、お母さんが作られる美味しい食べ物を食べて、一日中とても楽しいです。それはいいですね。そうですね。シオンさんはディワリについて何か特別な思い出すことがありますか？そうですね。去年友達と家族から贈り物とかお菓子とかプレゼントがたくさんもらってとても喜びました。そうですか。じゃあ、トニシャさんはどうですか？私には父との伝統があります。毎年私たちは見たアイドルの数を数えます。楽しかったです。父さんと見たアイドルの数を数えますか？楽しそうですね、トニシャさん。じゃあ今日の話は面白かったでしたよね。西田さんはシオンさん、どう思いますか？そうですね。今日はお祭りについて皆さんと話せてもとても楽しいです。そうですね。私もそう思います。そうですね。最後なんというか、ポッドキャストを聞いている人皆さんは、今話していたお祭りについて、どう思いますか？なんかインドの祭りに好きになっていましたか？どうですか皆さん、コメント欄で回答教えてくれませんか？私たちは待っています。最後までポッドキャストを聞いてくれて本当にありがとうございます。バイバイ。またね。バイバイ。ジャプニングストーリーズ。よー。